どうもナイですよろしくお願いいたします,しますあのやっぱり人気が欲しいなと思いましてねそれはそうですよ人気大事ですからね、えー、どうしたら人気出るかなと思って昨日インターネットのヤフーで検索してたんですよヤフーですよ金さんはい大事なことはヤフーで調べた方がいいですよそしたらすごく人気のあるグループを見つけてしまったんですよグループうんあの嵐って知ってますか今更かよ <laughs> うん、なんで活動休止してから知ったんだよ。はーい。すごい人気なんでね。お話しさせていただきたいと思うんですけど。すごく人気ですよね。えー、まずはメンバーから。あメンバーね。嵐は5人グループでして。ああそうですね、えー。まず1人目が、えー、三宮君。二宮だよ。<laughs> 三宮だと神戸になっちゃうからね。えー 二宮君と言えばやっぱりあの映画ですよね、まあ、たくさん映画出てますけどもね淡路島からの手紙ですよね硫黄、ね、島だよ <laughs> 淡路島だとまた神戸近辺になっちゃうでしょうがそんな別に神戸のローカルタレントとかじゃないですから、えー、やっぱりその演技力の高さがすごくてあ確かにそうですよね中でも演技力を評価してるのがはいはい事務所の先輩で今メルカリの CM とかに出てるもっとスマップの えー、宮下君草薙君だよで草薙君も宮下草薙もみんなメルカリの CM 出てんだよややこしいなはーいで次が名倉淳君松本淳だよネプチューンのメンバーじゃねえよ別に東南アジアっぽい顔でもないしどっちかっていうと松淳中東系だろ彫り深くて男前ででもやっぱり松淳といえばあのドラマですよねあどのドラマですかあの恋愛ドラマで、ね チョコレートをを作る人の役をやってたたあーありましたねははい、はい失恋オノマトペショコラティエですね <laughs> なんだよ失恋オノマトペってそれはそれでなんかドラマありそうだなでこのドラマで松潤の相手役を演じたのが石原良純聡美 <laughs> だよ石原さと美さんでしょ松潤と良純さんだったらもうおっさんズラブじゃねえか違うドラマだよそれまあ本当にね 松潤と石原さとみのキラキラした恋愛を描いたドラマで見てると思わずドキドキしてしまいましたけど、うんえー、ニコニコ笑顔のシーンもあればポロポロ涙がこぼれるシーンもあってオノマトペはいいよ全然ドラマの説明になってないですから <laughs> あと松潤のドラマといえばあれですよねどの作品ですか井上真央さんとかが出てたああありましたね「花よりマンゴー」いや団子だよ <laughs> マンゴーだったら東南アジアでそれこそ名倉順になっちまうだろうが。そして桜井翔くん。あ、ここはボケないんですね。はい。桜井くんは頭も良くてニュース番組にも出てますから。ああ、そうですね。賢いですから。ニュース2-3。ニュースゼロだよ。ニュース2-3は過去に熱愛報道が出た元テレ朝の小川アナが出てるやつだよ。何年か前までは報道ステーションにも出てましたけども。いや、それも小川アナだよ。で、桜井くんですけど。 9月に結婚を発表しましまてねああそうですね思い出たいですよね結婚発表したその日の夜僕「n e ース2 3見てたんですよはい小川アナ出てますからねそしたら小川アナが言ってましたよえーなんて私と彼の恋は世界一難しい恋でしたってねそれ大野くんが出てたドラマだよ <laughs> 大野くんとあの女優の春さんが出てたドラマでしょそれ桜井くん関連で言ってくれないとうまくないですから てかそもそも小川アナそんなことを言ってないですからあそうなんですかおめでたいニュースが届きましたねとコメントしてネットで小川アナ鬼のメンタルって話題になってましたけど <laughs> お次が須田正輝内輪正輝だよ二人とも人気者ですけども彼は動物が好きらしいですねああそうですね番組もやってますからで次が大野くんそれだけかよあ<ー>相葉くん短すぎんだろ そそもそも大野くんが自由に活動したいって言って活動休止になったらしいですからね、えー、ああそうやって言ってましたねでも他の4人は今もテレビとかいろいろ出てるじゃないですかそうですねでも大野くんだけ全然出てないんですよまあ自由にいろんなことしてるんじゃないですかだから今大野くん無職ですよね <laughs> まあ無職っていうと言い方があれですけど、まあ、自由にしてるんじゃないですか 無職なのになんか海外に別荘を買ったらしいんですよああそうなんですかまさに「フリーター家を買う」つってね、えー、それ二宮君のドラマなのよ叶さんちょいちょいメンバーとドラマがズレちゃってますからはい。でこの5人で嵐なんですけどそうですね、えー、すごい人気だから冠番組がたくさんあったんですよああそうですよね人気番組いろいろありましたからあの何、ー、とかにしやがれ嵐だ<で>よ <laughs> あと VS なんとか嵐だよであと秘密のなんとかちゃんいや嵐だよ嵐の冠番組って言ってんだから嵐だよ全部であといや次も嵐でしょあのシューマイとかにつけて食べるあのなんとか醤油、うん、からしだよ <laughs> もう嵐関係なくなっちゃってますから花さんはいであと歌もすごい売れてますから そうですねもうヒット曲だらけですからでもファンの方が好きなのはやっぱりあの曲じゃないですかどの曲ですか「感謝感激港町」雨嵐でなんだよ港町ってまたなんか神戸みたいになっちゃってますから嵐と神戸別に特に関係ないですからねはいで僕が一番好きな曲があるんですけどあ花輪さんが一番好きな曲あのなんだっけな曲名 えっとあのあ曲名忘れちゃいましたあの春な愛がソース食べるみたいな歌ですよ春な愛がソース食べるそんな曲ないと思いますけどえー、春な愛で愛だからラブでソースで食べるがいいとでえーまあラブソースイートのことですかそれだラブソースイート それそれいや、どんな覚え方してるんですか、花輪さん。これが一番覚えやすいから。いや、覚えにくいでしょ、こんなの。そもそも、ラブ、ソース、イートって、切るところ間違えてるし。はーい。ね。まあ、皆さん、えー、このヒット曲いっぱいの人気グループ、悲し醤油、ぜひ覚えて帰ってください。いや、それじゃないわ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。 ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。